皆さん、こんにちは。 B レジェンド染田です。本日は B レジェンド社員が選ぶ好きな B レジェンドフレーバーベスト3やっていきたいと思います。本日は酸味系大好き B レジェンド染田が、ベスト3発表したいと思います。それでは早速いっていきましょう。いいよ。前提で言わせてもらうんですけど、今回 B レジェンドプロテインですね、13種の中から選ばせてもらってます。今回だからコラボプロテインとかはね、ちょっと除外させていただきました。まずベスト3ですね、 B レジェンドプロテイン、そんなバナナ風味がランクインいたしました。なぜねこれを選んだかっていう理由になるんですけど、冒頭でもね、僕は酸味系がねこう好きって言ったんですけれども、やっぱりどうしてもね人間不思議なものでね、こう甘いものもねやっぱり欲しくなる時があるんですね。そういった時にね僕が取り入れるのがそんなバナナ風味ですね。もう水で飲んでもそのままねバナナ風味でね美味しいんですけど、低脂肪牛乳であったり、もう牛乳ですね、これで割ってね飲んであげることで、バナナオレですね、某ファストフードショップにあるなんとかシェイクみたいなね味に変身しちゃうんですよね。これがでもものすごく美味しい、罪悪感なく寝る前とかにもね飲めるプロテインになりますんで、減量中とかにもね助けられる商品になりますんで、まだ試してない方とかがおられるんであれば、低脂肪乳とかね牛乳で割って飲んでみてください。本当に美味しいです。それでは第2位の発表を行いたいと思います。でも情熱のパッションフルーツ風味が2位にランクインいたしました。こちらのねもう理由は、僕はやっぱりこうすごくさっぱりとしたねプロテインが大好きで、しっかりとしたトレーニングの後とか寝起きで、ね、何も受け付けない時なんかでもね、こう非常にねさっぱりしてるんで、本当もうジュース感覚でさらっと飲んで、タイミングを選ばずにねこう飲めるプロテインっていう形で、非常に僕が好きなフレーバーの一つになります。でパッションフルーツのね僕の好きな飲み方なんですけど、水ではなくてそこをスポーツドリンクにしてこう飲むとね、非常にね美味しくなると僕は思って飲んでます。でもしっかりね電解質も入ってるんで、水分補給もできて、かつね糖質もやっぱり入ってるんで、より吸収がね良くなるんじゃないかと思ってこれやってるんですけど、味がね美味しくなるっていう理由で僕は好んで飲んでます。このパッションフルーツとねスポーツドリンクシェイクして一度飲んでいただければいいんじゃないかと思います。はい、1位行く前にですね、ここでちょっと番外編として一つ発表させていただきます。で番外編として紹介させていただくのは、初恋のいちご風味ですね。すごくねいちごの風味が豊かで非常に美味しいフレーバーなんですけど、正直のランクインさせるかどうか迷ったぐらい好きなフレーバーでもあります。ただねこの初恋のいちご風味をより美味しさをね際立たせる飲み方が僕の中で一つあります。こうあるね商品とね半々にしてブレンドして飲むことで、とてもね美味しい飲み物に生まれ変わります。それがねジュニアプロテインのスクスクチョコ風味っていうのがあるんですけど、このスクスクチョコ風味と初恋のいちご風味を1対1の比率でね入れてシェイクするだけで、いちごチョコみたいな形になるんで、某お菓子屋さんが出してるポロチョコレートみたいな味になると個人的には思ってます。激うまチョコでもね一回やったんですけど、ジュニアプロテインのねチョコの方が少し甘みがね強い商品になってるんで、初恋のいちご風味がちょっとねさっぱりしてる感じになってるんで、1対1にすることで甘みとねこう酸味のバランスがね非常に良くなって、とてもね美味しいいちごチョコのねプロテインに生まれ変わります。これはね本当に美味しいんでね、原料とかしててねこう甘みがねどうしても欲する時があるんですけど、そういった時でもご褒美のねプロテインとなりますんでね、ぜひねお試しください。今ジュニアプロテインないよっていう方はね、お試しのねトライアルとかもね販売しておりますんでね、もしよかったらね試していただければと思います。それではね第1位に行きたいと思います。第1位はベリー風味になります。このね風味は僕の中でやっぱり不動ですね。僕がプロテインを飲むきっかけとなったフレーバーがねこのベリベリベリー風味。もう正直非常にねプロテインって美味しくないまずいものだと思ってたんですけれども、画期的なフレーバーだと僕は思っております。もうやっぱり甘みとね酸味のバランスがもう絶妙で、飽きずにね毎日飲んでられるよくできたフレーバーだと個人的には思ってます。スポーツドリンクに割って飲んでも非常に美味しいですし、牛乳とかにも割って飲んでもベリーのね
こう飲むヨーグルトみたいな味になって非常に美味しい。よくやるのがあの甘みがついてないヨーグルトがあるんですけど、あれにねすり切っていっぱいバッて入れて混ぜて食べるだけでベリーのねこうヨーグルトになります。本当にプロテイン飲んだことがないっていう人に一番おすすめしたいフレーバーが、ベリベリベリー風味です。で本日はビーレジェンドソメダがお気に入りのフレーバーベスト3を発表させていただきました。参考になるところがあればね試していただければねすごく嬉しいです。でこのね動画を見てベリー飲みたい、パッションフルーツ飲みたい、そんなバナナ飲みたいと思った方は概要欄よりねぜひ今すぐお買い求めください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。